こんにちはお元気ですか元気気でででですすかがあれば何でもできるいぶせです、えー、今回はね、この話題を取り上げたいと思います。日本は太平洋戦争に負けたけど、大東亜戦争には勝ったというね、そういうお話でございます。これ一体どういうことなんでしょう太平洋戦争と大東亜戦争、何が違うんでしょうかね、まあ、そこら辺の話をね、えー、していきたいと思います。 それでは早速行ってみましょうね、えー、私たちはねやっぱりあの先の対戦からあのやっぱ学ぶ必要があると思うんですよね、えー、失敗から学ぶということをちゃんとしないとまた同じような失敗をねしてしまいますあの先の対戦から学ぶべきこといっぱいあると思いますいっぱいあると思うんですが 私が一番大事だなからそのルーズベルトがどういう思いでいたのかっていうことをちゃんと日本の中枢部上層部の人たちは知ってたのかどうかですよね。 あのルーズベルトは国内で、アメリカ国内ではもう戦争には参加しません、あなたたちの子供をね、戦場に送ることは絶対ありませんっていうふうに公約を立てて、まあ、大統領に参戦したわけですけどね、3回も大統領になっちゃってる人なんですけどね、で、それをね、真に受けていたんじゃ、やっぱりね、政治はうまくいかないですよね、その裏をちゃんと読み解かなきゃいけない、そのためには情報ですよ。 しっかりと情報をつかまなきゃいけんと思う。で、右側のこのチャーチル、イギリスのね、チャーチル。このイギリスのチャーチルとアメリカのルーズベルトが何度も何度も往復書簡をこうね、やり取りしてたわけですよ。まあ、そこら辺の内容もちゃんと情報としてつかんどく必要が私はあると思うんですよね。今現在でもこの表に出てくる ニュースなんかでね、ニュースはもうフェイクばっかりなんてみんな知ってるわけですけど、じゃあその裏側を、まあ私たち凡人が知っててもしょうがないですけど、政治を動かす人はしっかりと知っておく必要が私はあると思うんですよ。そういう情報ですよね。つまりスパイですよ。情報活動。この CIA のような情報機関。それをね、日本も早く作る必要があると私は思います。 いや、ひょっとしたらもうすでにできてるのかもしれませんけどね。で、例えば、日本国内でもね、こう右側が昭和天皇で,ので左側が近衛文ろですよ。あの、林千勝さんがね、えー、著書とか、まあ、YouTube なんかでもガンガン言ってます。この近衛文ろこいつがまあ戦争にね、どん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 ずる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 と日本を引きずり込んでいった。 まあ、総理大臣も務めた人ですけど、その総理大臣時代に、まあ、日本をね、ずる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 と戦争へと巻き込んでいった、張本人じゃないかって、林さん言っておられます。私もそう思います。あの、この、近衛文麿の周りには、あの、共産主義者たちがいっぱいいたわけですよ。そういう人たちの、 まあ活動にまあ巻き込まれたっていう部分もあるわけですよねで共産主義者というのは敗戦革命日本を敗戦に追い込んでボロボロにしてから革命を起こそうという、まあ、そういう狙いがあるわけですよ今でもそういう狙いで日本共産党の連中社会主義の連中、まあ、いわゆる左の連中は日本をぶっ潰そうとしてるわけですよ 潰してまあそうというふうに考えてるその人たちがこの近衛文丸の周りにいっぱいいたってことですよ。まあそういったことも情報として、まあ、政治を司る人日本の上層部の人たちにはちゃんとそういう情報は持ってなきゃ。 いけないと思うんですよね。ですから、国外の情報、そして国内の情報も、内外ともにしっかりと情報を集めるっていうことが、やっぱ正しい政治を行っていく上で、最も重要なことだと私は思うんですよ。ですから、大事なのはそういうスパイ活動。スパイを育成することって、ほんと大事だと私は思うんですけどね。あなたはどう思いますか そもそも日本っていうのは戦国時代優秀なスパイがたくさんいましたよね。まあ戦国時代といえば織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、前田利家、柴田勝家というねそういった武将がいっぱいいますけどその陰ではそうですよスパイがいっぱい暗躍してたわけですよ。敵の奥深くまで潜り込んで 重要な情報を持ち帰ったり、敵の部署を凋落したり、内通者を作ったり、まあ、あと敵の中の反乱分子を先導したり、あと街中にね、敵の街中に変な噂を流して庶民をか乱したり、まあ、スパイっていうのはね、戦国時代のスパイっていろん、そういういろんな仕事をしましたで。もちろん、戦国時代はね、スパイという名前では呼ばれていませんでした。そうです。忍者ですよ。 ね、いやこういうね、えー、黒装束の忍者でねこういう形で、まあ、夜忍び込むっていう忍者もいましたけど普通のね庶民の、まあ、商人の形姿をしてねあの動き回るっていうそういう忍者いるわけですよ伊賀とか甲賀などの忍者が有名ですけれども戦国時代の武将は、まあ、ほとんどの武将がねこの忍者を使っていました ただこの戦国時代が終わって江戸時代になると徳川幕府は武士道っていうのを奨励するんですよね。ええ、武士道っていうのは卑怯なことはしない正々堂々と戦うっていうのが武士道精神ですから忍者などは卑怯で卑劣なやり方だ卑劣な者たちだっていうことで武士道に反するっていうふうに、まあ、大名たちを洗脳したわけですよ。 徳川幕府がね徳川幕府自体はスパイをいっぱい使ってるんですよ。服部半蔵なんて徳川のために活躍した忍者ですからね。で徳川幕府はスパイをいっぱい使ってスパイ網を全国に張り巡らすんですけど大名たちにはスパイは使うなよっていうふうにまあこう教育していくわけですよね。で例えばまあ徳川幕府が。 まあ、いろんなね秘密警察を作るわけですよそのネットワークをきっちりと諸国にもう日本全国に作っていくわけですよ、まあ、例えば大目付役の柳生十兵衛って言ったでしょ柳生家あの柳生家というのは徳川家の剣術師なんだわけですよでこの柳生家っていうのはあの剣術師なんですから諸大名へ剣術の指南役が しいろんな諸大名のところにね。でそれらが各大名たちの奥深くへ入り込んで諜報活動をしてたわけですよ。ね徳川幕府ってすごいよね。そうやってまあ大名の弱みをつかんで幕府はその情報をもとに大名を取り潰したり国替えにしたり、まあ、そういうことをしてたわけですよ。 ですから江戸時代のスパイっていうのはねスパイという言葉はなかったですから隠密って言われてたんですよね隠密行動ですよ。 ですからまあ江戸時代っていうのは平和でした平和だったからこそこういう秘密警察のスパイの隠密っていう人たちがいっぱい活躍してですねそういう情報網をしっかりと作ってたってことですよこの情報作戦情報戦でしっかりと勝っていかなければ平和は維持できないっていうことをね江戸時代から学んでほしいなって思うんですよで 実はこの日露戦争で大活躍した日本人スパイがいたんです、まあ、日露戦争ね皆さんもご存知だと思いますけどロシアがどん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 南下してくるで朝鮮半島にこうねロシアが降りてくる朝鮮半島までロシアが来たらちょっと日本やばいよねっていうことで、まあ、ロシアと衝突するわけですけどねでその日露戦争っていうのは とりあえず日本が勝つわけですよ。まだまだ続けてたらひょっとしたらロシアに負けちゃう可能性もあります。それぐらい重要な、あのまあ、ヒヤヒヤしながら、このギリギリの線で勝った、そういう戦争なんですけど、あの戦争で日本を勝利へと導いた日本人スパイがいました。ドイツ皇帝をして、 1>, 1人で兵士20万人分の成果を上げたと絶賛せしめた日本人です。名前は明石元次郎という人です。この明石っていう人はロシア支配下にある国や地域の反ロシア運動を支援しまたロシア国内の反政府勢力と連絡を取ってロシアを内側から揺さぶったそういう人なんですね。 えー、例えば、えー、フィンランドの反ロシア抵抗運動の指導者カストレーンシリアスク・シリヤクスとかねスウェーデンの陸軍将校ミアミノフとかねポーランド国民同盟、えー、ドモフスキーバリツキーとかね あと、あと社会革命党チャイコフスキー、グルシア党デカノージあとポーランドの社会統合左右両派とかね、そういった人たち、あと、もちろんロシア国内のね、社会主義政党指導者とか、民族独立運動指導者などと連携して、この明石元次郎さん、ロシア帝国をですね、揺さぶり、揺さぶって揺さぶって揺さぶりまくるわけですよ。 だからある意味、ロシア革命が成功,に、ね、成功したのは、この人のおかげじゃないかって言われております。要は、ロシア国内の革命運動組織に資金や重火器を渡して、デモやストライキ、鉄道破壊工作、サボタージュなど、まあ、そういったものをどん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 進めていったわけですよ、この明石さんがね。 で日露戦争が開戦してからもロシア軍はその鎮圧のために一定の兵力をかねなければなりませんから極東の方へこう兵力を派遣することがなかなかできなかったってことですよ。で当時の日本の参謀次長長岡外史っていう人が長岡っていう参謀次長がこんなふうに言ってます明石の活躍は陸軍10個師団に相当する。 10師団ですよ。一人で10師団の活躍したっていうことですよ。すごいよね。で、先ほども紹介しました、ドイツ皇帝、えー、ビルヘルム2世がこんなことを言ってるんですね。明石元次郎一人で満州の日本軍20万人に匹敵する成果を上げたと。まあ、そういうふうに称えてる。すごいよね。スパイの鏡、うん、スパイの神様っていう人ですよね。ただね、 この明石元次郎さんが1人でこの日露戦争中に使ったお金、工作資金、これがすごいあの当時の国家予算が約2億3000万円ですからそのうちの100万円を使ったらしいです。現在のお金に換算すると400億円以上もこの人1人で使ってるわけです。それぐらいお金かかりますよね。 まあこれができたのは陸軍の上層部に児玉源太郎さんとか山,山形あー有友といったまあ優秀な人物がいた、まあ、そのおかげで明石はこういう、ね、あのお金をふんだんに使うことができたわけですよスパイ活動にはこうやってお金が必要なわけ日本のね、えー、現在の日本がそういうスパイ活動をするにはそういうお金が必要 やっぱり必要になってきます。そのお金をどうやって出すかっていうとね、やっぱ国会で承認されなきゃいけないわけですけど、これ大変なことになっちゃいますよね。国会でそもそもスパイ活動しましょうなんていうね、そういう議論してたら意味ないですよね。スパイ活動っては秘密にやんなきゃいけないですから、えー、国会で議論なかなかできない話だと思うんですよね。で、まあそこまで活躍したこの明石さんなんですが、明石さんの話にちょっと戻しますけどね。 左遷させられたんですよねあの日露戦争が終わって明石は参謀次長になるんですがわずか1年で熊本へ左遷させられますまあ明石さんのね生涯を書いた本いっぱい出てますもう今この3冊ここで紹介してますけどこの3冊以外もねいっぱい出てますで戦争が日露戦争が終わった後やっぱねダメな,なっていくんですよ左遷させられるんですよ ね、全然評価されないなんでなんでしょうかそれは日本の当時の軍部の中にスパイ軽視の風潮があったからなんですよねでまあそのほか明石自身が協調性に欠けていて、まあ、周囲から煙たがられるという、まあ、そういう存在だったという、まあ、そういったことも原因だったみたいですけどねそうなんですよ残念ながら日本はスパイを軽視する 軽んじてしまうそういうあの風潮がずっと続くわけですよ。敗者は学び勝者は学ばずっていうふうに言われる通り日本はスパイ機関すら作りませんでした。こういう情報っていうものがいかに大事かっていうのをこの証しが証明したのにねそういう情報機関を作らなかったんですよ日本はその後。 でこれまあロシア、ね、日露戦争ってのは明治の時代になりますけど大正昭和になっても情報機関は作らなかったわけですけどね。で、一方、戦争に負けてロシア革命が起こって、あのー、ソ連になりますよね。そのソ連の方はこのスパイにめちゃくちゃ力を入れるわけですよ。 国内にも秘密警察をしっかり作ってがんじがじにく、ね、国内を一つにまとめていくわけですけどこのスパイっていうものをねあのソ連はね米ソの冷戦時代はねもうスパイが死闘を繰り広げていました、ね、現在のロシアのプーチンも、まあ、スパイに憧れて KGB に入ったっていうぐらいですからスパイっていうものがい,いかに重要だったかっていうことですよね で、日本がこのスパイっていうものに気づいた、この情報戦っていうものについた気づいて、情報を、ね、取ってくることがいかに大事かっていうことに気づいたのが、えー、1938年。もうほとんど、太平洋戦争が始まる頃ですよ。始まる2年前ってことですけど。 えー、1938年に膨張研究所っていうのが3月にできるんですよね。でこの時の1期生はたった19名だったんですけどね、えー、たった19名だけスパイ育成してどうすんねんって話ですけどね。 でもう少しこれがね、早く設立していたら、あの戦争っていうのはもっともっと違ったものになったんじゃないでしょうか。もっともっと貴重な情報もね、手に入れて、あと、傍聴活動っていうのもね、まあ、要はスパイ活動っていうのをしっかりとやったと思うんです。で、先ほどの傍聴研究所が、えー、翌年、えー、名前を変えまして、広報勤務要員養成所という名前に変わります。 で、この名前がさらに1940年に名前が変わります。1940年って言ったら、もう、もうね、あの太平洋戦争がもう始まる直前ってことですよね。この太平洋戦争が始まる直前に、この学校ができるわけですよ。このね、広報勤務要員養成所の名という名前を、陸軍中野学校というふうに名前が変わります。ね。 で、これが、まあ、1945年に終戦しますから、終戦まで続くわけですけど、わずか8年間、わずか8年間の命ですよ。でもね、この8年間で約2500名の卒業生を輩出しています。この卒業生たちが実は戦争が終わってからもですね、各地で活躍するんですよ。例えばこの人。 この人覚えてますかね小野田さんですよ。あの、このフィリピンのね、えー、ジャングルの中でずっとゲリラ活動を続けてた。戦争が終わって30年間ですよ。戦争終わって30年間も小野田さんはずっとフィリピンのジャングルに潜んでたわけです。そこでゲリラ活動を一生懸命してたって、たった一人でやってたんですよ。この人、 陸軍中野学校の卒業生なんですよ。戦争が終わってもこうやって古軍奮闘していた中野学校の卒業生たちがいたってことなんですよ。で実はこの人たちが大東亜戦争の立役者なんですね。 えー、そもそもこの太平洋戦争と大東亜戦争の違いです。これは名称が違うだけなんですけどアメリカ側から見た戦争が太平洋戦争で日本側から見た戦争が大東亜戦争です。あの当時の東条内閣がこの戦争の名称を大東亜戦争と名付けて。 で国民当時の日本国民たちはみんな大東亜戦争って言ってたんですよね。でところが戦後 GHQ がやってきてこの大東亜戦争っていう名前言い方はやめろって全部太平洋戦争という呼び方に全部切り替わるわけです。太平洋戦争というのは この真珠,湾攻撃、ねえー、真珠湾攻撃から始まって、えーまあ、広島、長崎の原爆で終わる、まあ、そういう戦争ですよね。で、ボロ負けですよ。ボロ負けって言っても日本軍は正々堂々と戦ってましたがアメリカ軍は無この一般人を殺戮しています。これはもう戦争とは言えないです。 例えば広島だってそうで、広島の原爆だってそうですよね。一般人が普通に生活しているところにドーンと原子爆弾を落とすわけですから、これはもう戦争とは言えないですよ。戦争というのは軍服を着た兵隊同士が戦うものでしょそれをね、民間人を殺してしまったらもうそれは戦争とは言えません。虐殺です。ジェノサイドですよ。 まあそんなことをね、アメリカは平気でやる、まあそういう国だっていうことですけどね。で、じゃあ大東亜戦争ってね、の今、先ほども言いました、このタイトルに、この動画のタイトルにもしてます。日本は太平洋戦争に負けたかもしれないけど、まあ正々堂々と戦ってね、ずるいことは一切せず、ルール通りにやって、 負けけけたわでですすど相手はもう反則ですよねある意味反則負けがアメリカというふうにも捉えられますけどねまあそういう状況で太平洋戦争が終わっただけど大,大東亜戦争には勝利してるよっていうことなんですよえこれどういうことよくわかんないですよね大東亜戦争は先ほども言いました日本側の言い方です呼び名です で、日本側としては、この大東亜戦争っていうのは何の目的で始まったかってことなんですよ。あくまでも侵略ではないんです。まあ、これは確かにね、あの軍部の中でいろいろと論争があったみたいです、えーあのねあの。解放して独立させた国々を日本があのアメリカや欧米と同じように、えー、そこの国から。 まあいろいろと削除していくっていうこと。そうやって日本を守っていくんだ。日本を豊かにするんだっていうふうに主張する、まあ、軍部の中もの人もいたり、逆にそれに反,反,乱反,反抗してね、反論して、あの、いや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 、解放した国々はちゃんとその人たちの主権を認めてあげなければ、欧米と同じことになっちゃうよ。しかも、そういう人たちがこの戦争を協力してくれなくなるよって。 そういう国々がね、協力してくれなくなるよ。だから、主権はちゃんと、あの、その国々に持たせるべきだっていうふうにね、いろいろ権限がうがく議論があったみたいですけどね、日本の国内でもね。まあ、とにかく、大東亜戦争というのは、アジアの国々が欧米列強の植民地として苦しめられている。搾取されている。 それを解放しようっていうのがこの大東亜戦争なわけですよ。ね。で、そういう目的ですから、解放する、独立させるっていうのが目的なんですよ。で、えー、1945年の8月に日本は終戦を迎えました。で、終戦を迎えたんですけど、その後のことです。その後、 アジア各地に残った日本兵がまあ多くは復員して、えー、日本に戻ってくるんですけど戻らずにアジアの国々に残ってその国々が独立するために活躍したわけですよで例えばインドネシアの独立これめちゃくちゃ有名ですよね一緒に戦ってるんですよインドネシアの軍隊とでそもそもインドネシアに その軍隊を作って設立させてそして中心人物を育てたのは日本なんですよミャンマーもそうです、まあ、当時はビルマと言ってましたインドもそうですマレーシアもそうなんですよねそういったアジアの国々をね独立させるために日本軍はの兵隊さんたちは戦争が終わった後もですね小野田さんみたいにですね戦ったわけですよ 戦っっってて散いったわけで,すよでその中心にいたのが陸軍中野学校の卒業生たちなわけですよね。中野学校のね卒業生たちその卒業生たちが まあね、どんな風に活躍したか。これはね、えー、そ,こそこら辺のね、細々としたこの国でこんな風に活動したとか、インドでこんな風に活動したみたいな話をしてるとね、えー、また長くなっちゃいますので、えー、それはまた後日ね、そういう動画を作っていきたいと思います。で、えー、これ、東条英樹がね、大東亜共栄圏っていうのをね、ぶち上げ、ぶち上げますよね。で、それぶち上げたその大東亜共栄圏というね、このスローガンのもと、 ね、あのー、どん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 アジアの国々を独立させていくわけですけど私ねあの天国に行った安倍さん安倍さんは実はこの大東亜共栄圏をまた作ろうとした人じゃないかなってちょっと思ってるんですよね。どう思いますいやもちろん中国と朝鮮半島は外した大東亜共栄圏ですよ。 あそこ一緒にしようと思っても、まず無理ですからね。で、それを外して、まあね、えー、ベトナムとかシンガポールとかね、マレーシアとか、そこら辺の人たち、ね、と手を結んで、大東亜共栄圏作ろうじゃないかって、一生懸命動いてたのが、まさにあの安倍さんじゃないかなって私は思うんですけどね。そういうことから見ると、安倍さんが、 ね、長くね10年近く8年以上もねあのー、総理大臣やってましたあのやってた時に実はもう陰で情報機関をしっかりと作ってたんじゃないかなって私はそのように見ておりますでね最後にこの人えー イギリスのジャーナリストね、ヘンリー・ストークスさんっていう人がいるんですけど、このヘンリーさんが書いた本、大東亜戦争は日本が勝ったっていう、まあ、そういう本の中から、えー、ヘンリーさんの言葉を紹介して終わりたいと思います。ヘンリー・ストークスさんが言,言うには、こんなふうに言ってます。第二次大戦の真の敗戦国は世界中にあった半島のほとんどを失った,イギリスだった。 って言うんで、すよねでその原因は日本軍であると。そうですよね。もう太陽が沈まない国って言われて、ね、パックス・ブリタニカって言われてね、イギリスがもう世界のもう王者だったわけですけど、あの第二次世界大戦でイギリスがその覇権を失ってアメリカに移行するわけですよね。その 原因となったのがやっぱり日本じゃないかって言うんですよこのヘンリー・ストークスさんがね、えー、さらにヘンリー・ストークスさんこんなことを言っています大戦前500年の歴史は白人による有色人種に対する侵略と征服の繰り返しでした有色人種は植民地支配によって一方的に搾取された歴史でした その中で太古より一つの文明がこの21世紀まで続いている日本こそ得意な存在であるって言うんですねもし日本が大東亜戦争で戦わなかったらアジアにはいまだに欧米列強が支配する世界が広がっていたでしょうねえー、さらにこんなことを言ってます 日本がやったことは欧米から見れば悪魔の諸行に見えるかもしれないけれども支配されていた側に立てば植民地支配から解放してくれた恩人ではないか歴史はその立ち位置で認識も違ってくる日本は欧米士官を言いい泣く泣くと受け入れる必要はなく日本の立場こそ世界に向けて発信すべきだと ヘンリー・ースストークスさんが言ってますすごいよねイギリスのジャーナリストがこんなふうに日本の立場をしっかりと正しく理解しているすごいねということでね終わりたいと思いますいかがだったでしょうか日本はね詐欺の対戦の失敗からもっともっと学ぶ必要があると思うんですよそう思うのは私だけでしょうか あのハードパワーの時代はもうね終わってるような気もするんですよね、まあ、だからといってハードパワーを捨てるわけにはいきません、ね、でソフトパワーというものがやっぱり大事な時代だと私は思いますあなたはどう思いますか以上今回はここまでいいねボタンのクリックよろしくお願いいたしますチャンネル登録もねぜひぜひぜひよろしくです 最後までご清聴ありがとうございました。